画期的なお水が生まれました。その名もスーパーアルカリオンウォーター、サッとトレイル。さまざまな場所で使えて安全で除菌もできる。スーパーアルカリオンウォーター、サッとトレイル。サッと拭いてサッと拭ける、そんな画期的なお水のご紹介です。とても画期的な商品があると聞いてこちらにやってきました。さあ橋本さん、それはどんな商品なんでしょうか。はい、こちらスーパーアルカリイオン水のサッとです。アルカリイオン水ですか。はい、アルカリイオン水なので、うん、まあ、アルカリ水、水によってこのpH値というものがあるんですけれど、はい、そのpH値がこのサッとは 12.5 以上のものを使っております。なので強アルカリ水になるんですが、はい、まあ、火星ソーダのようなその人の体に何か影響があるとか、うん、そういうものでは一切ございません。なので手にかけても全然大丈夫なんですか。よろしいですか。はい、あ、どうでしょう。あ、すごくサラッとしてますね、はい、で匂いとか、うん、あ、何も匂いもしないです。はい、ヒリヒリとかします。全然、はい、本当にお水です。はい、本当水なんです、うん、なので人の体に優しいイオン水、はい、なのでもうご自由に安心してお使いできるものになります、うん、大きく分けて4つの特徴がございます、はい、まず1つ目なんですけど、うん、99.83% 水でできてます。水なのでこの安心してお使いできる、人の体に影響もないと、うん、はい、なので、まあ、いろんなところで使えるものになります、うん、すごいですね。次二つ目なんですけど、はい、洗浄効果がすごい高いです。洗浄効果、はい、でも汚れを落とす能力すごい高いんですけど、界面活性剤とか化学物質一切入っておりませんので、うん、そういう物質入ってないのもかかわらず汚れが落とせる、油を分解する効果がすごい高いので、へえ、はい、お家の掃除にも使えると。水なのに高い洗浄力、はい、すごいですよね。で、しかも水なのでその、はい、すすぎに時間がかからない、まあ、発泡しないというか泡泡にならないの で、うんうんうん、で細かいところに浸透する能力もすごく高いの で、 はい、で次3つ目です、はい、3つ目がその抗菌効果がすごく高いです、うん、ノロウイルス、レジオネラ菌、大腸菌などウイルスに効果が期待できるので、空気中舞ってるウイルスって目に見えないじゃないですか。そうですね、その目に見えないウイルスにも効果が期待できるので、うん、精神的な不安を取り除ける、うん、で4つ目なんですけれども、はい、鉄を錆びさせない防水効果がございます。水なのに、水なのに、うん、なので、まあ、例えばその普通の水ってこう鉄を錆びさせて赤く茶色くなってしまうんですけれど、はい、このアルカリイオン水は鉄の部品とか何かこういうお家のものについたとしても錆びずに、むしろ保護してくれる、はい、あ、そうなんですね、腐食を保護してくれるので、そういう効果も期待できる。すごいですね。こうほとんどお水だけでできているのにもかかわらずこれだけのいろいろな効果がある、はい、ちょっとびっくりしました。興味湧いてきたんじゃないですか。かなりです、はい、じゃあぜひ購入していただきたいなと思いますので、もっと興味が湧くようにちょっと実験をやってみたいと思います、うん、実験ですか。はい、はい、では小池さん、はい、ここから実験をやっていきたいと思います、はいはい、こちらにちょっと時計用意しました、うん、はい、まあ、そんなに普段こうすごく汚れてるとかそんな感じじゃないですよね。全然全く汚れは見えませんね、はい、目視では、はい、普通に使ってた感じのある状態ですよね、はい、そうですね。これをこれからこのアルカリイオン水の中に浸してみたいと思います、うん、はいはい、でこのボトルの中身と全く同一のものになるので、うん、本当無色の透明な水の状態、はい、じゃあちょっと入れてみたいと思います。どうなるんだろう、はい、徐々にこう汚れが浮き上がってくるんですけど、ちょっと振ってみますね。振ってみる、はいはい、おお、本当、え、うん、こんなに汚れたっけってぐらい、すごい、すっごい汚れ が回ってますよね。ぐるぐる回ってますね。これもうちょっとこう時間を置くと徐々にこう汚れが またもっと浮き上がってくるんで、上から見るともうすごい量のゴミがあって、すごいですね。もう見た目で全然汚れてなかったのにこんなに汚れてるんですね。見ただけではわからないんです。はい、では小池さん、はい、ちょうど時計をアルカリ水に浸して5分ぐらい経ちました、はい、経ちましたね、はい、じゃあちょっと隣に何も浸しない綺麗な状態ちょっと作ってみたんですけど、はい、どうですか。ちょっと待ってください、色が全然違いますね。違いますよね。
え、こっちは本当に透明な色ですけど、本当何も使ってない状態の水、アルカリ温水、ね、サッとです。こっちちょっと茶色くなってますよ。そうなんです、茶色くなってますよね。なってます。分かっていただけました？すごく分かりました。洗浄能力の高さがこの目で見て判断できるんじゃないかな。そうですね、はい、はい、では続いての実験です。小池さん、はい、ここにごま油です。ごま油、ごま油、これは普通に一般的にご家庭でご利用されているお料理用のごま油、うん、はい、はい、でちょっとこのごま油をスーパーアルカリ温水で分解しようかなと思います。分解、はい、先ほど の説明にありました通り、油を分解できる効果あるって、はいはい、説明させてもらったんですけれども、言ってましたね、はい、じゃあ本当に分解できるのかと、ね、で大体一般的にごま油とか、まあ、サラダ油とかいろいろあると思うんですけど、はい、そこに普通の水とアルカリ水を入れてみてどうなるか、はい、どうなるんだろう、はい、本当のごま油なんで今出しますね。はい、はい、だいたい同じ分量ぐらい入りました、はい、入りましたね、はい、じゃあちょっと水入れてみますね、はい、はい、どうでしょう、もう、まあ、予想してた通りそうですよね。ここも完全に今、まあ、下が水で、はい、上がごま油の2層になっちゃってるんで、うん、そうですね、まあ、水と油はこうなりますから混ざらないみたいな、混ざらない、はい、じゃあ次こちらです。さっとさっと、ちょっと待って、どうでしょう、え、水ですよ、水ですよね、99.83% 水です。え、ちょっと待ってください、これほぼ分離してないですよ。分離してないです、これ今入れただけです。このアルカリ温水は水なのに油を分解して乳化させる効果があるので、うん、なのでこんな風に白く乳化して見事に油を分解した。これで目で見て分かってもらえたんじゃないですか。わかりました。キッチン周りとかのもうこびりついた油の汚れとか、はい、ちょっと掃除サボっちゃった時とかのものにもうかけてもらうとがっつり落とせます。いや、恐るべしですね。びっくりしました。びっくりしました。はい、はい、では小池さん、はい、最後の実験です。最後、はい、ここにちょっとヘルメット用意しました。おう、はい、まあ、これ普通にあのレースとか、あとバイク乗るときに被るヘルメットと同一のものになります、うん、でこれもちろん何回か着用されているものなので、はい、まあ、使用済みと、使用済みですね、はいはい、じゃあここから何を実験するかというと、うん、消臭効果です。消臭効果ですか。消臭効果、もうサッとには除菌消臭効果がございますので、本当に効果があるのかと、うん、ちょっと小池さんに実体験していただこうかなと、はい、体験ですね、はい、ちょっと申し訳ございません。まさか匂い噛んでもらっていいですか。はい、どうぞ。じゃあ失礼します。はい、うん、来ますね、来ますね、来ますね、はい、まあ、あのちゃんと使ってた感のある、使ってね、はい、毎日ちゃんと被ってたんだろうなっていう、うん、この汗が、ね、匂いがもわんってします。しますよね。じゃあこれ本当に匂い消えるのかって思いますよね。意外としつこいんですよ、こういう匂い。消えません。じゃあやってみますか。はい、あのさっとこれからヘルメットの中にかけてみたいと思います、はいはい、ほんとこんな感じで、満面なくかけてますね、はい、今かけさせてもらいました、うん、じゃあちょっと今かけてみたんで、はい、小池さん、はい、もう一回噛んでもらっていいですか。あ、いいんですか。またさっきのあの思いをするかもしれないですもんね。かもしれないですね。はい、じゃあどうぞ。失礼します。あれ、ちょっと待ってください、はい、もう一回ですか。はい、どうぞどうぞ。え、いや全くしないです。しないですよね。ちょっとすいません、本当に言い過ぎかもしれませんけど、買ったばかりの匂いさえするのは私だけですか。気になる匂いっていうのは菌だったわけですか。そうです。匂いを発するっていうことはつまり菌が何かしらいるので、はいはい、でその洗えないものってご家庭できっといっぱいあると思うんですよ。ありますね。例えばタバコ吸う部屋だったらカーテンとか、うん、はい、洗えないですよね、はい、でもそういうところにこれをかけていただければ汚れも匂いも落ちて、ちょっと、まあ、水なのですごい安心して使用できるので。そうですよね、はい、ちょっと実体験していただいてどうでしたか。3つやりましたけど実験。いやー、ちょっとね、こんなに効果があるってもう目に見えて分かったので本当に欲しいです。欲しくなっちゃいました。もう一本じゃ足りないです。あ、もう何本も買っていただいて。本当ですね、はい、続いてこんな実験もやってみたいと思います。
ので、今回サットともう一個使います。これです。キッコーマンさんで出してるルミテスタースマートっていうものを使用して、ハンドルをちょっと金ですね、金の数をちょっと測ってみたいなと。でこれ数値化できるんで、じゃあ早速やってみたいと思います。はい、68,347と。じゃあミンアーだけいきます。で飛び散るとあれなんで、ちょっと染み込ませたもので拭きます。これサッとですね。じゃあ拭いていきます。次左側をアルコールで拭いていきます。あとジェルですね、これこんな感じです。両方ハンドル右側左側サッととアルコールで除菌したんですけど、じゃあまずアルコールで除菌した方の数値を測ってみます。じゃあまた同じくさっきみたいにこうまんべんなく、じゃあ測定します。はい、27,095菌を取っていきます。でこっちサッとでやった方ですね。まあ、大体1万いかないぐらい、9,493と。でここまで数値が下がります。まあ、これでサッとの除菌力と汚れを落とす力っていうのが、まあ、目で見て実感していただけたかなと。いや本当いろいろな効果を目に見て分かれたわけですけども、こうなるともう家の中いろんなところサッと使いたいですね。サッとなので使えるんじゃないかと、はい、そうですよね、はい。この他ですと加湿器にこのサッとの原液を10分の1で、まあ、水で割って入れていただいて、はい、加湿器をつけていただくと、うん、空間を加湿しながら除菌もできると。うわ、はい、それ本当まさに理想的じゃないですか。理想的です。でしかも出てる蒸気って匂い全然しないので、そうですよね、本当に普通の蒸気と何ら変わりません。へ、うん、空間も除菌できちゃうと。そうですね。じゃあやっぱりペットとか小さいお子さんにも安心して、はい、除菌できる、心配しなくていいんですよ。でその他にも車の内外装の汚れ、特に室内の汚れとか、あと車のシフトノブの汚れとか、はい、あと車の外装でいうとフロントのバンパーなんか、夜これからの時期車乗るとバンパーに虫の潰れた跡とかついちゃいますよね。ついてきますよね。でそういうのをこすって落としてもいいんですけど、はい、傷ついちゃうんです。あ、確かに。なのでこれを使って落とすことによってなるべく傷もつかず、うん、簡単にサッとサッと拭けちゃうわけですか。あら、あと車の屋根の上なんか、はい、鳥の糞なんか落ちてくるじゃないですか。そうですよね。ツバメが出入りするお家なんかとか、はい、車の屋根なんかも鳥の糞だらけになっちゃうんですけど、うん、まあ、タンパク質分解できるので鳥の糞なんかも気軽に綺麗に簡単に落とせる。サッとサッとサッと落とせます。本当に万能ですね。万能です、うん、万能にサッと使える、はいはい、すごいいい商品。いい商品。もっとどんなものに使えるのか具体的に教えてください。はい、まあ、一般的なご家庭で言えば先ほど説明しましたキッチン周りとか、うん、あとは机の上、まあ、例えばご飯とか食べた後に机汚れちゃったりしますよね、はい、そういうものをきれいに落とせるとか、うん、あとはドアノブ、電気のスイッチ周りとか、はい、たくさん何回も触るじゃないですか、うん、その菌を落とせるとか、はい、あとは仕事場で例えば使うって言うんであれば事務職なんて言うとずっとパソコンって言ってます。そうですね。パソコンのキーボードだとか、はい、あと液晶画面とか、あとまあ先ほど説明した匂いを殺す効果があるので、うん、靴、普段履いてる靴だったりとか、うん、こういうジャケット、うん、毎回クリーニング出さないですよね。そうですね。ジャケットの匂いを落とせたりとか、はい、本当に細かく分けるともう本当にいろんなのに使えるので、そうなんですね。逆に全部説明するのが大変です。いやもう私これね買います。買います。買います。あ、もう何にでも使えますもん、うん、もうマルチなので、はい、いやだけど橋本さん、はい、気になるのはお値段の方なんですけど。値段ですよね、はい。じゃあこちらのこの 300ml のミニガンスプレータイプ、うん、こちらは1本税込み1500円です。あ、税込み1500円。税込み1500円。あ、そうなんですね、はい、こんなにいろいろ使えるのに。そうなんです。1500円で手に入っちゃう。そうなんですね、はい、でもね橋本さん欲しいんですけどきっと私足りません。
足りないですか？足りないですよ。だってもういろんな人にあげたいし。そうですよね、実際にね、はい、うん、まあ、これ1本確かに足りないんですよ。すぐなくなっちゃうと思います。これ使える、これ使えるなんてやってたら、なので、まあ、うちではあの20リッターのタンクも、うん、はい、用意しております。20リッター、そちらでしたら20リッターで税込み1万5000円です、うん、1万5000円。あ、じゃあかなりお得じゃないですか。そうなんです。もちろんノズル付きなので、はい、まあ、簡単に言えばこのボトルを用意してもらって、うん、ノズルを開けてこう使い分けて、で20リットルではちょっと多いなと、はい、で300ミリリットルではちょっと少ないなっていうお客様に、はい、ちょっとご朗報ということで、はい、何でしょう、2リットルのペットボトルサイズのものをラインナップで追加しました。そうなんですね、はい、なのであのちょっと使いやすいんじゃないかなと、はい、で別でその空のボトルですね、300ミリリットルなんですけど中身が入ってないボトルのみを500円で販売しておりますので、はい、2リットルの容器が2000円、うん、でボトルのみが500円なので、はい、まあ、それをお買い求めいただければ結構使いやすくご利用できるんじゃないかなと。そうですよね、はい、ちょうどこう使いやすい量ですし、はい、求めやすいですね。値段もだいぶ抑えてありますので、はい、ぜひお買い求めいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちらの商品買いたい方はどうしたらいいでしょうか。はい、サットの専用の Facebook ページとあとお電話にて私橋本までお問い合わせいただければ、はい、もう何でも教えますし、どういう効果があるのかっていうのもガンガン伝えたいと思います。そうですか。まずはお電話いただければ、はい、まずはメッセージいただければ、うん、はい、いや橋本さん、こんな素敵な商品ご紹介いただいてありがとうございました。いや、長々と聞いていただいて本当にありがとうございました。まあ、こちらの商品さっと拭いてさっと拭けるすごい簡単な商品なので、はい、でもすごいいい商品なので、ぜひ一度使ってみていただければ良さが分かっていただけるんじゃないかと。そうですね、はい、はい、ということで皆さんもぜひご購入いただいてさっと拭いてさっと拭けるさっとお試しください。ご連絡お待ちしております。画期的なお水が生まれました。その名もスーパーアルカリオンウォーターさっとトレール。さまざまな場所で使えて安全で除菌もできるスーパーアルカリイオンウォーター、さっとトレール、さっと拭いてさっと拭ける。スーパーアルカリイオンウォーターさっとトレール、皆様のご注文お待ちしております。